日が有給休暇。こんにちは。じゃあ今日の格言ご紹介します。じゃあこちら。強みを発見せよ。弱みを改善しても差別化は図れない。ので、楽の会長解説お願いします。はい。こんにちは。久野です。ジュビオさんの弱みって何ですか？はい、私の弱みは、まあ、分析力や論理的に考えることが苦手なんです。苦手なんだね、はい、強みは？強みは、まあ、感情を動かしたり。あ、感情をね、うん、この人間ね、弱みはすぐ分かるの、自分の、はい、で強みが分かんないね、うん、で人に貢献するって基本的には強みでしか貢献できない。で弱みの方が分かっちゃってその改善の方にフォーカスするから、でも弱みの方はですね、なかなかそっちのじゃあ改善していってももっとできる人がいるから貢献ができない。経営も同じ で強みにフォーカスしなきゃいけないんですけど、もう一個問題あるんですよ。会社は社員の強みを発揮させてあげる場所なのね、短期的には。でもそうするとね、弱い部分が全然ねフォーカスされないから仕事が変わっていかないの。全然自分その人の強みのスキルのところだけで使われて、延々とそのまあジョブ志向のね仕事ばっかりになる。で弱みの改善っていうのは長期で見てはそこを変えてさらに強みの状態まで持っていってね、それ個人の責任で、会社の責任は強みにフォーカスする。だから同じ仕事ばっかりは当てられちゃうのはその人が弱みを改善し強みの領域まで持っていかないケースなんだよね。ここが難しいの。強みを伸ばせばいいってこと言うんですけど、強みだけ伸ばしててもね、ずっとスタッフワーク。本当に弱みってね、例えばマネジメントできる力とかそういうのってほとんどね、みんな最初持ってない。みんなそこ弱みなの。でもその弱みの部分を強みの段階まで変えると、そのテクニカルスキルではないマネジメントのスキルがね、高まった人にはそっちの方の仕事まで与えられちゃう。強みの発見はね、強みの方がさ短期ね。でも弱みの改善はあくまでも個人の責任であり、長期的に自分のキャリアデベロップメントするには弱みの改善を自分の責任として行うことなんだよね。ここがね難しいんですけど大切なポイントなんです。